こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。2020年4月11日、世界中がコロナウイルスの混乱の中に置かれる中で、その8小国たる中国は航空母艦、遼寧を中心とする6隻の艦隊を太平洋へ送り、軍事演習を行わせたと報じられた。中国海軍の航空母艦、遼寧は、沖縄と宮古島の間にある宮古海峡を通過して太平洋へと進出したものだが、日本の領海への侵入等の問題はなく、自衛隊でもその行動を確認している。ことに直接的に近い台湾では、これら航空母艦、遼寧を含む6隻の中国艦隊の動きに注視しており、その行動を随時監視下に置いているとの声明が台湾軍からも発せられ、今のところ実害は生じてはいない。これらの中国海軍の行動は、アメリカ海軍の艦艇においてもコロナウイルスの蔓延が伝えられているだけに、そうした状況につけ込んだ挑発的な行為ではないかと非難の声が起こっている。実際、例のクルーズ船の一件でも明らかなように、多数の乗組員が缶詰状態ともいえる艦船は、万一乗組員に感染者が発生した場合、全乗組員への影響が予想される上、国際的な非難を受け、ことは承知の上だろう。こうした点から考えても、アメリカ海軍がどのように反応するのかなど、非常時の対応方法について探る目的で、あえてこのタイミングで軍事演習を強行したものと考えて差し支えないだろうか。そもそも、一度出航すれば、完全に閉ざされた環境となる艦船の中でも、ことに軍艦ともなれば、生物化学兵器などから乗組員を保護すべく、艦内の機密性を高めており、容易に換気ができないと言われている。このような軍艦特有の仕様もあり、今回のようなウイルス感染については、各国の軍が非常に警戒を強めている状況であり、いかに中国が我々と全く異なる認識で活動しているのかを知らしめたものだろう。同じように、あえて、この時期に軍事行動を見せている国に北朝鮮があるが、彼の国もミサイル発射を実施するなど、どさくさに紛れた恣意的な行動をこの時とばかりに行い、軍事力の誇示に余念がない。もちろん、コロナウイルスだけで自衛隊やアメリカ軍が全く無力化されるなどありえないだろうが、この時期にリスクのある活動をわざわざ実施するようなことは日本もアメリカも回避したいのが本音だろう。艦艇の中でも海上自衛隊の中核戦力たる潜水艦は、特に機密性が高く艦内の空気を循環させて活動する艦だけに、これ以上いたずらに神経を使わせるような事態にならないようにと切に願うのみだ。何にせよ、アメリカ海軍からも混乱が伝わってきており、
原子力空母セオドア・ルーズベルトの艦長を務めていた。クロージャー大佐は、そのコロナウイルスに対する言動が元で、解任されたと報じられた。当初グアムに停泊中だったセオドア・ルーズベルトに乗艦していた。クロージャー大佐は、乗組員へのコロナウイルス蔓延の危険性を、軍上層部に訴え、その主張がマスコミに漏洩責任を取らされたと見られていた。この時点で、クロージャー大佐は、分別と判断力に優れた有能な人物であり、これを解任した軍上層部こそが、非人道的な行いを強行したのではないかと見る向きが大勢を占めていた。しかし、クロージャー大佐がコロナウイルスに感染していたことが報じられると、むしろその症状が発生した自覚がありながら、多くの乗組員を感染の危険にさらした張本人ではないかと、評価は一変したようだ。アメリカ軍上層部がクロージャー大佐を解任したのは、コロナウイルスに感染した可能性があるとみて、通常の指揮を取れる状態にないと判断したためであり、常識的な判断ではなかったかと変わってきている。セオドア・ルーズベルトでは、くしくもクロージャー大佐が要請したように、グアムの陸上施設に、乗組員たちのうち約4000名が隔離、収容され、以後の艦内でのウイルス蔓延は防止されている様子だ。しかし、セオドア・ルーズベルトの乗組員たちはおよそ4800名にも上ることから、そのすべての人員を急遽代替することは不可能であり、通常通りの運用ができなくなっていることは事実だろう。このクロージャー大佐の最終的な評価がどうなるのかは未だ不明だが、今回のコロナウイルスの件では、大なり、小なり各種の報道や意見が飛び交い、日本でもデモを元にした買い占めなど、多々混乱が見られている。中でも、紙製品が一時買い占めで市場から消えるなど、日常生活にも支障をきたすレベルのデマまで、むしろ誰もがインターネットを使って情報発信できるがゆえの危うさも非常に感じられる。こうした状況を鑑みるに、そうした意図的に誤った情報を流して混乱を誘うことなどたやすいように思われ、今後のサイバー攻撃の下地にならないことを願ってやまない。ことに、中華製の情報通信機器など国家のシステムからは完全に排除しておかなければ、いついかなる用途でこれを悪用し、混乱を引き起こすことに利用されるのかと不安が募る。